私立学校、私立学校、私立学校、私、立学校とは、講義においては国立及び公立の教育施設に該当しない教育施設のことである。国際法では、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第13条の教育を受ける権利と教育における差別を禁止する条約の第2条と、 第5条において保護者の教育の選択権と私立学校を設置する権利を明文化している。日本において私立学校とは協議としては以下にそれぞれ規定されている。講義には国立の教育施設、公立の教育施設に該当しない教育施設のすべてを指し、学校教育法第124条の専修学校、及び第134条の各種学校を含む、 私立学校の多くは、私立学校法に基づく、学校法人が設置する学校である。略称は私学。高等で、私立特別する場合、私、立とも呼ぶ、対する、私立は、一律。また、構造改革特別区域制度開始により、該当特区に限り株式会社、学校設置会社や、特定非営利活動法人、 学校設置非営利法人も設置できるようになった株式会社立学校を参照。しかしこれらの学校について、前者は構造改革特別区域法第12条の学校教育法の特例により、校舎は第13条によりそれぞれ私立学校と読み替えている一方で、同法第20条の私立学校法の特例では触れられていない。したがって、これらの学校は、 私立学校法でいう、私立学校には該当しない。また、これらの設置者は、私学女性の対象とはならない。私立学校の設置、廃止、変更などの認可は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校については、都道府県知事が行う、教育委員会の所轄でない。 一方、大学、短期大学を含む及び高等専門学校については文部科学大臣が行う学校教育法第4条。学校教育法、法律、学校教育法施行規則、省令に基づいて公示される幼稚園教育要領、告示、学習指導要領、告示は法令に特別の定めがある場合を除き、 全ての学校が満たさなければならない教育過程の基準である。教育要請上、公立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校は教育要領、学習指導要領から逸脱することは極めて困難であるが、国立及び私立の幼稚園、小学校、中学校、高等校、中等教育学校は教育要領、 学習指導要領からの逸脱が容易である。そのため、各校独自の方針に基づいた斬新的な教育課程を編成することも可能である。ただし、教育法学の見地からは、教育要領、学習指導要領は、国立、公立、私立を問わずに等しく適用されることとなっている。学校教育法施行規則の別表、教育要領、学習指導要領は、 教育課程の最低基準を定めたものであるので、学校週5日制を実施せず、土曜日も授業を行っても、恒例、告示状とも、問題はない。また、宗教教育を施すことも可能なため、学費の高さや、幼稚園受験、小学校受験、お受験や、中学入試をもってしてもこれらの特徴がある、私立学校へ入学する傾向もある。中学受験、 高校受験倍率の高い私立学校には大きく分けて次の2種類がある。私立学校の教員採用に関しては各校が独自の採用方法をとっている。だが地域によっては私学協会が私学的性検査を実施していることがあり、教員への応募者はこれを受けてエントリーすることもある。日本国憲法89条の中で校の支配に属しない事前。 教育もしくは、博愛の授業への公金の支出を禁止しているが、学校教育法及び、私立学校法に基づく、私立学校は、公の支配に属すると、解釈さ補助金、私学助成を受けている。また、私立学校法に基づかない私立の幼稚園も、例外的に認められている。インターナショナルスクール、他にアメリカンスクール、朝鮮学校、中華学校、 ブラジル学校の場合は、設置者が学校法人であるか、私立学校法第64条第4項に規定する法人、準学校法人があれば、私学助成を受けることが可能である。学齢期の日本人であれば、義務教育制度によって、公立小中学校への入学が保障されている。そのため、公立小中学校の滑り止めになる、私立小中学校は存在しない。 2013年、平成25年5月1日現在、私立小学校は日本全国に221校あるが、東京都53校、神奈川県31校、大阪府17校、兵庫県11校、京都府10校、千葉県9校、広島県8校、福岡県8校、奈良県6校と、南関東と近畿に集中している。その一方、 私立小学校がない県も存在する。二千十三年、平成二十五年五月一日時点、私立中学校は日本全国に七百七十一校あるが、東京都百八十八校、大阪府六十五校、神奈川県六十四校、兵庫県四十一校、埼玉県二十九校、広島県二十八校、福岡県二十七校、静岡県二十七校、 京都府26校、千葉県24校、愛知県22校、北海道16校と、南関東と近畿に集中している。しかし2012年、平成24年5月1日現在において、東京都でも中学校第一学年の生徒数比率は25.7%と、相対的に少数派である。私立高等学校は、日本全国三百二十校、 この数値には通信制の家庭のみを置く。高等学校を除く。以下この項目において同じあり、東京都は237校、大阪府は95校、神奈川県78校、福岡県59校、愛知県55校、千葉県54校、北海道53校、埼玉県48校、静岡県43校、広島県36校で、 中学校ほど一地域に集中していない。高等学校は、公立も入学試験があるため、公立高等学校の偏差値が高い地域では、公立高等学校入学試験の滑り止めになる、私立高等学校も存在する。私立中等教育学校は、日本全国に17校しか存在しない。私立中等教育学校が存在するのは、宮城県1校。 茨城県2校、栃木県1校、千葉県1校、神奈川県3校、長野県1校、愛知県1校、滋賀県1校、1校大阪府1校、奈良県1校、岡山県1校、愛媛県2校並びに、福岡県1校のみである。中高一貫教育を提供している、私立中高一貫校の圧倒的多数が、中等教育学校に転換していないこともあり、 私立中学校及び私立高等学校に比べ地域的偏差は非常に少ない。いかなる行政機関からも資金を得ていない学校をプライベートスクール、私立学校と呼んでいる。主に寄付と生徒からの授業料で運営されている。2012年の国勢調査によると全米の1から12年生の生徒のうち約10%が私立校に通う。そのうちの 約80%が宗教系の学校に通い、その約半数がカトリック系である。授業料の平均は1万1 0ドル、最高額は約4万ドル。私立学校に通う生徒の家庭の26%が年収20万ドル以上であり、親の学歴も総じて高い。同じ年収、学歴レベルで比べた場合は、白人家庭の私立効率がアフリカ系、アジア系、 ヒスパニック系に比べて最も高く、特にカトリックの多いアイルランド系、イタリア系、ポーランドの私立効率が高い。イギリスでは、インデペンデントスクール、インディペンデントスクールと呼ばれている。イギリスでいう、パブリックスクールも、このインデペンデントスクールに分類される。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。